今日の公開練習も、まあ、自分の練習の追い込みが終わった後だったんで、まあ、だいぶ体的には疲れてたんですけど、まあ、いい感じに追い込みは順調にできてるんじゃないかなと思いますね。モチベーションの方がどうですか？モチベーションですか？まあ、全然いつも通りと変わらないですね、はい、特に別に今回はどんな、まあ、久しぶりのトーナメントだっていうのもあって、まあ、練習方法だったりいろいろ自分で考えてやってる部分はいつもと違いますけど、気持ち的には全然いつもの試合とか分かんないですね。練習の違い、内容の違いってどうなるんですか？まあ、やっぱり1日3試合なんで、3試合フルに3ラウンド、まあ、延長行ってもしっかり戦えるようにスタミナ強化と一発で倒せる練習を今は重点的にやってますね。一発で倒せる練習っていうのは、その一つのものを強化してる。そうですね、まあ、最近僕の中で KO が全然ないっていうのは事実なんで、今回のトーナメントは圧倒的な差を見せつけるプラス、まあ、しっかり KO を倒せる姿を見せたいなと僕の中では思ってるんで、まあ、どの技に関しても倒せるように磨きはかけてますね。そんなことも特に磨きがかかってるのはあったんですか？そうですね、最近パンチが結構調子がいいんで、パンチを当てれば全然倒せるんじゃないかなと思いますね。何かそのパンチの面でちょっと弱い自分の力が変わったとか、まあ、最近のツアー積み重ねでそういう風になってきたとかっていう。そうですね、特にそんな打ち方を変えたりはしてないんですけど、まあ、細かい部分でいろいろ自分の中で研究して、まあ、試合やってる中でもここをこうしておけば相手は倒れてたんじゃないかなって思う部分があったんで、まあ、それを自分なりに考えていろいろミットとかスパリングで試してやってますね。このキックの選手とかとスパーされてるんですよね？そうですね、はい。なんかどうですか？普段はなかなか練習しない方だと思うんですけど。そうですね、すごい独特なリズムだし、総合の選手もあってやっぱり一発はすごいある選手なんで、幾野選手とスパーリングさせてもらってすごい勉強になることがたくさんあったんで、僕にとってはすごいプラスな経験でしたね。気
木村選手対策でというところで、ちょっと今まで違った人とスパイクしたりとかっていう。いや、別にそういうことではないんですけど、まあ、僕の中ではいろんな選手とスパーリングやることは自分にとってすごい勉強になることだと思うんで、まあ、普段の仲間の仲間とばっかやってるとやっぱり通用しない技とか、うん、まあ、一緒に練習してる仲なんで、まあ、僕が練習してる技をみんなは見たりしてなかなか入りづらい部分もあるんで、そういった中ではやっぱり違うジムの選手とやることによっていろんな技を試せたりはできるんでっていう感じですかね。木村のそのやっぱりパンチ力っていうのは、まあパンチに限らずでしょうけど、まあ破壊力がかなりある選手かなというふうに思うんですけど、はい、それに対抗できる自信っていうのは、まあやっぱり一発もらえば僕も効くだろうし、その選手だって多分まあ効かされて倒されてる選手もいるんで、やっぱり一発は警戒しますけど、まあ、もらわなければいい話なんで、僕はもらわず完封して倒しますね。はい、芸を相手に木村選手全然前回の試合は当てなかった感じですけど、やっぱりあの辺っていうのをちょっと参考に。まあそうですね、まあ、僕はゲオ選手じゃないんで、まあ、ああいう戦い方はできないとは思いますけど、まあ、参考には一応してますね。あの映像を見たりとかは、まあ、直接会場でも見てたんで、うん、まあ、参考半々ぐらいですかね。半分参考にして半分別にそんな参考にはしない感じですかね。なんか結構ですか、自分のこういう技でなんか倒せそうみたいなイメージは結構出来上がってる感じですか。そうですね、どの選手が上がってきても、まあ、この一発が当てれば倒れるんじゃないかなっていうのが全選手用意はしたんで、まあ、それがうまく入ればいい結果につながるんじゃないかなと思いますね。あのちなみにあのスカイツリーのイベントの時、はい、なんか木村選手がいろいろと顔が生意気そうだとか、はい、なんかいろいろ言ってましたけど、まあ、ちょっとバックステージ、あの下げられた後だと思うんですけど、はい、まあ、どんな曲打ちで、まあ、その時全然僕聞こえてなくて、何だったかな、相田選手かなんかに一番最後なんかもう倒してやってくださいよみたいなこと言われてなんか言ってたのかなと思ったら、最後終わって記事見たらなんかいろいろ言ってたみたいなんで、まあ、あの人はあの人なりにいろいろ考えて言ってる発言だと思うんですけど、うん、まあ、あんまり生意気じゃないと思うんですけどまあそう言われるんだったら、まあ、しょうがないことですけど、まあいいんじゃないですかね、ああいう選手がいても。まあそれで結果的に相手ファンの人たちも盛り上がると思うんで、まあ、あの人はあの人のなりに考えた結果ああいうこと言ったんじゃないかなと思いますね。自分で優勝するってやつはい、理想を言うとどういう、まあそうですね、やっぱり理想は全試合1ラウンド KO がぶっちぎりの優勝だと思うんですけど、まあレベルの高い選手たちが集まった日本トーナメントになったんで、まあ、全試合厳しい戦いにはなると思うんですけど、まあその中でも判定になっても KO 決着になっても、まあ、日本人の相手はいないなと思われるような内容でしっかり優勝したいなと思いますね。まあ、やっぱりここでしっかりその日本人相手にないところを見せつけて、もう世界トーナメントだったり、はい、まあ、ゲオの挑戦というのがもう見据えているところというか、今年はそこがテーマになってます。まあ、ここで優勝できなかったら今まで何やってきたんだって自分の中で思うんで、こんなところでつまずいている場合じゃない立場だと思うんで、しっかりここは難なく優勝して、まあ、世界も僕世界取ったことないんで、まあ、今年こそは世界取りたいなと思いますね。その1回戦が大事になるっていう感じですかね。まあ、準決勝とかもありますけど、まあなんか優勝候補対決みたいな、なんか僕と木村選手の試合で勝った方が優勝するんじゃないかみたいなことはちらほら聞きますけど、まあ、そんなことなく全然準決勝の
ヤートル選手だったり決勝でヤートル選手、他の選手も全然優勝する可能性は全然あると思うんで、どうなんですかね。僕の中では別に1回戦も準決勝も決勝も変わんないですね。全部大事だと思いますね。ですか、優勝する自信とか、こう日本トーナメントでこう強さを見せるっていう点もあっても、自分の中でやっぱり横一線からというか、トーナメントある以上、そういうスタートみたいな。そうですね、やっぱりトーナメントは運もあるし、怪我とかもあるんで、優勝候補って言われてるのはすごい嬉しいことですけど、まあ、そこはあんまり考えずに、自分の戦いができれば、いい結果はついてくると思うんで、まあ、自分の戦い方をしっかりするだけかなと思いますね。そうですね、まあ、全然、相田選手、山崎選手、久保選手、野間選手、誰が上がってきてもおかしくないと思うんで、まあ、誰が上がってきてもいいように、僕の中で全選手対策も練ってますし、まあ、プランは完璧に出来上がってますね。どうすかね。まあ、新しい必殺技みたいなのは全然ない、用意してないですけど、まあ、一撃で当たれば倒せる技は何パターンか用意してあるんで、まあ、それは当日お楽しみにしていただければなと思いますね。はい、お願いします。そうですね、今の僕は最近の中で、まあ、確実に一番強いっていう自信があるんで、まあ、今回のトーナメントはいい試合が3試合ともいい試合を見せるんじゃないかなと思うんで、まあ、強くなった倒せる野入正明を楽しみにしておいてほしいなと思います。